思いはもう吹き抜けている。ということで第4回目の動画はカラピックのコントロールについてお話しします。カラピックのコントロール、つまりは、まあ前回のオルタナイトのねカラピック、まあ、ダウンアップのアップダウン部分にもちょっと近いんですけど、パターンが4種類あって、1個目のパターンが16分4つ、そして2個目のパターンがね、で3個目のパターンがで、ラストのパターンがね、こういう風にダカタカとダッタカ、ダダッタ、ダカタウみたいな、ダカタウみたいなね、この4つのバリエーションを組み合わせて、ね、こういう風に弾いております。結構コントロールが難しくて、早ければ早いほど難しいんですけど、やっぱりねオルタネイトを基本的に練習していて、なおかつきちっとこの部分を活かして弾けてる人っていうのは上手いんだよね。特に給付を意識していかにうまく弾けるかっていうのが結構大事になってくるので、その辺もしっかりと練習してください。この教則動画がいいねと思った人はぜひチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただければいいかなと思いますので、ぜひとも今後もよろしくお願いします。